はい、皆さんこんばんは。鉄道総合館です。本日は JR 東日本常磐線の牛久駅に来ております。本日はですね、川越線埼京線の話題なんですけれども、ちょっとですね、仕事の都合上しばらく川越線や埼京線の沿線に行くことができないので、牛久駅の映像でご勘弁ください。ぜひ最後までご覧ください。では本日もよろしくお願いします。はい、では早速本題に入っていきたいと思います。運転手さんがですね、なんとですよ、運転中にアニメを見ていました。ちょっと詳しく見ていきます。2024年5月30日ニュースで流れた内容です。 JR 東日本は30代の運転手が JR 川越線と埼京線を運転中に、まあ、多分 E233 系の7000番台か7万系のどっちかだと思うんですけれども、業務とは関係ないアニメのサイトなどを見ていたことが分かりました。今ですね、運転手さん社長さんにはですね、業務用のタブレットっていうのが配備されてまして、列車の現在の位置情報が見れたりとか、運行情報が確認できたりとか、あとは前にですね、この牛久駅で踏切事故があった時にですね、その踏切事故の状況をですね、タブレットでこう撮影して指令に送って、状況をいち早く報告するなんていう使い方をするのが、まあ、本来のタブレットでございます。で、信号トラブルがあったりとかした場合に、故障がどの部分にあるかっていうのをですね、まあ、画像で送ることでいち早くその、まあ、修理したりする方の部署にですね、届くようにするっていうのがメリットですし、あとは現在の列車の位置情報が分かることで、遅れている場合に何時何分頃当駅牛久駅に到着いたします、到着まで1番線でしばらくお待ちくださいみたいなご案内ができるんですよね。なので駅員さんにも配備がされているというような感じになります。アニメのサイトを見ていたのは運転士さんですね。全く関係ないです。全然関係ないアニメです。今月23日の早朝、川越駅発の、新木場行きの通勤快速ですね。まあ、通過駅は確かに多いんですけど、いやでもそんな関係ないですね。通過駅多いからいいとかね、停車駅多いからダメだとか、そんなのないですね。ダメなのはダメです。通勤快速を運転していた30代の運転手、まだ結構若いですね。成り立てかもしれないですね。運行時刻などを確認するために配備されているタブレットで業務とは関係ないサイトなどを見ていたということです。運転手は JR 川越線の区間である川越駅から大宮駅の間では、駅に停車した際に旧ツイッターの X やアニメのサイトを見ていたほか、埼京線の区間である赤羽から恵比寿の間では声優のトークショーの動画を再生し、聞きながら運転していた。とんでもないですね。動画再生しながら運転してたんですよ。じゃあなんで発覚したかっていうとこなんですけど、まあまあまあ、今はですね、誰でも簡単に動画撮影、写真撮影ができるスマートフォンっていう便利な代物を持ってますので、まあ別に鉄道関係に関わらず、誰でもそういうちょっとね、異常な状況があれば、まあJR だったら JR にこう直接ね、情報が行くんだと思います。まあ、先日もですね、マクドナルドの柏店かなで、ちょっとした出来事がありましたよね。マネージャーと言われている、人がですね、なんかアイスクリームの、ソフトの部分が切れてて、張り紙をしてあったらしいんですけど、なんかそれでいろいろトラブルがちょびっとあって、で、それがもう瞬く間に X 上で、まあなんかお客さんに外出ろよ多いみたいなことを言ったらしいんですよね。それはもう一瞬でネット上に広がって、で今ですね、マクドナルドはですね、店舗によるとは思うんですけど、昼間いつもだったら行列ができているお店も行列ができなくなっちゃったっていう、結構怖いですよ。 SNS ってすごいんですけど、ちょっと怖いですよねっていう感じで、まあ悪い部分はもうすぐ広まってしまう。いい部分も、まあもちろん広まるという感じだと思います。
で、これはなんで発覚したかって言いますと、乗客から、情報提供があり、JR 東日本が運転士に確認したところ、まあ、本人はそれを認めましたということで、運転士は興味を持って気になって見てしまったと話しているということです。気になって見てしまった。それを多分、まあ、てっちゃんかどうかわかんないですけどね、たまたま運転士のいるね、運転室をですね、見た人が、あれなんかこれタブレットで動画再生してない ?X 見てないとか、アニメ見てないとか、多分そういう感じになったと思います。で、まあ、直接注意するとね、証拠隠滅とかされてしまうんで、それを、動画とか写真とかで撮影して JR 東日本に、確認をしたと。で、JR 東日本から、まあ、該当の運転士に確認が入ったと。まあ、車両のね、編成番号とか、列車番号とかっていうのが分かれば、もう一瞬で誰が、乗務していたかっていうの情報は JR 東日本の中にありますんでね。まあ、そこがですね、分かってしまえば全て誰がやったかっていうのは分かる仕組みになっております。ちなみに列車に遅れなどの影響はなかったということですけれども、まあ、遅れがあるなしに関わらずですよね。安全安全、大丈夫か JR 東日本って言われている時にね、そういうことが起きてしまった。非常に残念でございます。まあ、JR 東日本はですね、今後詳しい調査を行い、厳正に対処するとしていて、深くお詫びします。同じことが起きないよう指導を徹底してまいります。というふうに、発表をしているということです。ということで、まあ悪いことは、まあもちろん昔もできないんですけど、今はもっとできないですよね。どっかで誰かが見てます。絶対見てます。不正乗車もそうです。誰もいないと思っても、まあ防犯カメラがあったり、他の乗客が見てたりするかもしれません。まあこのチャンネルを見てる方は大丈夫だと思うんですけど、ね、不正乗車も絶対絶対バレます。悪いことしたら絶対にバレますので、いつか絶対バレますので、まあその時にですね、3倍の運賃取られるとかっていうことがあっては困ると思いますので、まあ正しく平等に払うと、まあ払ってる人が損する仕組みっていうのは絶対嫌です。ので、まあそこはですね、まあもし皆さんがもし見かけたら情報提供していただくっていうのもありなんじゃないかなというふうに思っております。ということで今回は牛久駅で常磐線でちょっと全然関係ないんですけど、川越線埼京線でありました、タブレットでアニメを見ている運転士について、語りました。この動画が役に立ったらいいなと思った方、チャンネル登録、高評価、コメント、 X、インスタ、スレッズフォローよろしくお願いします。90円の激安でメンバーシップやっております。ぜひ概要欄ご確認の上ご検討ください。90円でもバッジとかもらえますからね。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。Thank you.